もし大切な人が君のせいで苦しんでいたとしたらどうするかな。2016年10月、アメリカフロリダ州にあるジョンズ・ホプキンス小児病院、入院患者専用の個室に一人の女性がやってきていた。彼女の名はベアタ・コワルスキー、43歳。ベアタは廊下や病室をちらちら見ては、看護師や医師の姿がないことを確かめ、1台のベッドに近づく。そこにはベアタの娘マヤが眠っていた。わずか10歳のその少女は訳あって入院していたんだ。見舞いに来てくれた母に気づき、一瞬喜んだ後すぐに出て行ってしまうことを知っているマヤは、今にも泣き出しそうになる。そんな顔しないで、明日も来るからね、愛してるわ。そう言ってベアタは娘の額にキスをすると、誰にも見つからないようにその部屋を出ていく。しかしこの後、ベアタがマヤの病室を訪れることは二度となく、これが最後の別れとなったんだ。なぜなら母ベアタが娘を守るために自殺してしまったから。アルゴ X プレゼンテッドバイアルゴメトリー。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるルナ・テミスだ。今回ご紹介するのは、娘のために死を選択した女性ベアタ・コワルスキーについて。彼女は病気の娘を献身的に支えて看病していたんだが、とある複雑な事情から自ら命を絶っている。その事情とは一体何なのだろうか。まずはこの母と娘がどんな関係だったかを見ておくれ。不自然な母親。2016年10月6日、アメリカフロリダ州セントピーターズバーグ。この町にあるジョンズ・ホプキンス小児病院に10歳の少女が緊急搬送されてきた。少女の名はマヤ・コワルスキー。付き添っているのは母ベアタと父ジャックで、娘のマヤが突然ひどい腹痛を訴え出したのだという。医師たちは直ちにマヤの診察を始め、原因を突き止めようとした。しかし彼女の症状を聞きながら、医師たちは互いに顔を見合わせる。マヤが訴えた症状は腹痛だけではなく、全身の激しい痛み、特に足がひどく痛むといい、歩くこともままならないという。医師は足の状態をよく見ようと、マヤのズボンの裾をまくり上げた。その瞬間、マヤが突然悲鳴を上げて泣き叫ぶ。布が肌に触れるだけで激痛が走るというんだ。布が当たるだけでそれほど痛むなんて、マヤはとても辛かったことだろう。しかし診察した医師たちは、マヤの訴える症状に心当たりがなく、眉を潜めるばかりだった。医師たちが不思議に思ったのは、マヤの病気のことだけではない。それはマヤの来院記録だ。マヤは緊急搬送される1年前にも体の痛みを訴えてこの病院にやってきていた。しかしその時も痛みの原因は分からなかったため、30件以上の病院で見てもらっていたことが分かったんだ。マヤの症状についてどう対応するべきか悩み、話し合いをしていた医師たち。その時、意外な人物が口を挟んでくる。それはマヤの母親ベアタだった。娘の治療について提案があるんです。聞けばベアタは看護師だという。とはいえ、医師ですら原因を特定できない病気に一看護師が意見するというのは通常は考えられない行為だ。そして何より彼女の提案内容に問題があった。娘にケタミンを投与してください。ケタミンというのは麻酔効果のある薬物のこと。娘マヤが痛みを訴えているため、用いられること自体はさほどおかしな話ではない。しかし医師はこれを拒否している。なぜならベアタが提案したケタミンの使用量が不自然に多かったから。またケタミンには幻覚作用があり、夜のクラブで悪用されている危険ドラッグの一つでもある。医師はベアタにその薬物の危険性を伝えたが、彼女はなかなか首を縦に振ろうとしない。そればかりか、激高しながらこのように医師を問い詰めてきたんだ。早く娘にケタミンの点滴を受けさせてください。どうしてわからないんですか。病院側はベアタをいわゆるモンスターペアレントとして見始めていた。それでもケタミンが使われることはなく、彼らは別の解決法を探し始める。あまりにもしつこいベアタにすっかり参ってしまった医師たち。困り果てた病院関係者はある人物に協力を要請している。その人物とは別の病院にいた小児科医のサリー・スミスという女性だった。ジョンズ・ホプキンス小児病院にやってきたサリー医師はマヤの担当となり診察を行う。しかし彼女が興味を持っていたのはむしろ母ベアタのことだった。母と娘のことを調べた結果、サリー医師は母ベアタに対しこんな結論を下している。
母親のベアタは娘のマヤに虐待を日常的に行っている可能性が高い。ベアタの行動は彼女がある精神疾患であることを裏付けている。それは代理ミュンヒハウゼン症候群。ミュンヒハウゼン症候群とは、周りの人間から注目されたり同情されたいがために自分が怪我や病気であると嘘をつく精神的な病のこと。その頭に代理がつく代理ミュンヒハウゼン症候群は、自分以外の人物を怪我や病気に見せかけて注目を浴びさせて満足感を得るという病気だ。母親が健康的に問題のない子供を病気に見せかけて世間の注目を集めるという事件が過去に起こっていたため、サリー医師はベアタもこのケースであると考えたんだ。確かにベアタの言動には不審な点があったわけだが、真実はまだわからないね。そして病院側はベアタに対して強硬手段に出る。それはどういうことですか？その日、病院を訪れていたベアタは強い口調で医師たちを問い詰めていた。ですから、あなたには虐待の疑いがかかっています。これ以上娘さんに会わせるわけにはいけません。そう、この時ベアタに下されたのは娘マヤに対する事実上の接近禁止命令だった。当然ベアタは必死になって虐待を否定。面会できないなら入院はさせないと声を荒げたが、病院側には聞き入れてはもらえなかった。しかしこのような決定がこれほど早く行われるものなのだろうか。それには仕掛けがあったんだ。病院関係者たちはベアタがケタミンの治療法を提案してきた時から彼女のことを怪しんでいた。そして判断を仰ぐためにサリー医師に連絡を入れたわけだが、実はこの人物、小児科医というのは真っ赤な嘘。その正体は児童虐待に詳しい専門家だったんだ。病院はしばしば児童虐待かどうかが怪しい際に彼女に連絡してその判断を委ねていたんだ。サリー医師の鶴の一声があったからこそ、病院はマヤを早急に保護し、母親から引き離すことにしたんだ。しかし本当に彼女の判断は正しかったのだろうか。娘と強制的に会えなくされた母ベアタの様子を見れば、その答えがわかるかもしれない。母ベアタの正体。娘マヤへの虐待を疑われ病院に保護されてからというもの、母ベアタは家で泣き崩れる毎日を過ごしていた。夫のジャックはなんとか妻をなだめようとしたが、それでもベアタの頭の中に浮かぶのはマヤのことばかり。そしてそれは病院が行っていた対応のせいだった。というのも病院ではマヤの痛みを緩和する治療を一切行っていなかったんだ。マヤの病気の原因は母親からの虐待だと考えられていた。そのためベアタと引き離せれば自然と回復していくと思われていたんだ。こうしている間にもマヤは痛みと戦ってる。あの子を救えるのは私しかいない。そう考えたベアタは行動を開始する。彼女が訪れたのは裁判所だった。ベアタは病院側の判断が間違いで虐待の事実はないと証明できればマヤを救い出せると考えたんだ。ベアタはマヤが闘病生活を始めた時のことを振り返りながら弁護士や裁判官たちに向けて語り始める。それは1年前の2015年、ベアタたちコワルスキー一家はフロリダ州ベニスの自宅近くで花火を楽しんでいた。手持ち花火を持ってはしゃぐ子供たちを優しい眼差しで見つめていたベアタ、その時突然マヤがひどい喘息と強い頭痛を訴え始めたんだ。看護師でもあったベアタはマヤの症状が通常の喘息とは違っていると感じ、すぐに近くの病院へと連れて行った。しかし検査をしても異常は見つからず、マヤを襲う痛みも原因不明とされたんだ。この時から原因不明の病気に悩まされることとなったマヤ、次第に痛みは体中に広がっていく。ベアタはマヤを様々な病院に連れて行ったが、どの病院でも原因は不明。喘息の薬による副作用ではないかと言われ、薬も変えてみたが、マヤの症状はどんどん悪化していくばかりだった。ついにはシャワーの水滴が当たるだけで痛いと泣き出すようになり、自分の足で立つこともできなくなったんだ。病名も治療法も分からず、娘に寄り添うことしかできない母ベアタにとっても、地獄の苦しみだったことだろう。彼女は看護師として働きながら娘の病気が何であるのかを探し続けていた。ある日、看護師として働くベアタは患者と何気ない会話をしていた。ベアタは娘が原因不明の病魔に侵されていること、いくつも病院を渡り歩いていることなどを赤裸々に話したんだ。するとその話を聞いていた患者が意外な言葉を口にする。もしかしたらあの病気かもしれない。なんとその患者はマヤの症状に心当たりがあると言うんだ。患者は思い当たる病気についてベアタに説明をしてくれた。患者の話を聞き驚きを隠せないベアタ、その病気の症状はマヤの症状と確かにそっくりだったんだ。ついにマヤが患っている病気の手がかりを得られたベアタ、
その病気は医療関係者でも聞きなじみのない病名だったんだ。というわけで本日のメトラーキーワード、複合性局所疼痛症候群、通称 CRPS について。神経障害によって体に痛みが生じる病気、焼けるような痛みやうずくような痛みが持続し、筋力の低下や骨量の減少などが見られる。怪我や手術などが原因で引き起こされるとされるが、自然発生することもある。 CRPS は10万人に約5人と発症率が非常に低い。医療関係者でも知っているのはごくわずかで、ベアタが CRPS だと訴えても病院側はその意見を重要視しなかった。それよりもケタミンを大量に投与しようとするベアタの異質さだけがピックアップされてしまったんだ。CRPS のことを知ったベアタと夫のジャックは、その道の詳しい医師がフロリダ州のタンパにいると聞き、マヤを連れて行った。応対してくれたのはアンソニー・カーク・パトリックという医師だった。彼はベアタの話を真剣に聞き、マヤを診察、痛みの症状などをカルテに書き留めると、アンソニー医師はこう告げる。 CRPS と見て間違いないでしょう。やっと病名がついたことで、これから適切な治療が行われ、マヤの症状は完治するはず。ベアタはそう思っていた。しかし、現実はそう甘くはなかったんだ。この CRPS という病気はまだまだ謎が多く、これといった治療法が確立されていない。そのためできることといったら痛みを緩和させることだけだった。そして鎮痛剤を投与してみたものの、マヤの症状は改善しない。そこでアンソニー医師はある大胆な提案をする。そう、それこそがケタミンの大量投与。看護師のベアタはケタミンがどんな薬物なのかを理解していた。ケタミン点滴を受けさせるべきかどうか、ベアタたち家族は悩んでいたが、その間もマヤの症状は悪化していく。そして少しでも痛みが和らぐのならと、ケタミンの点滴を受けさせたんだ。このケタミン点滴がなんと効果てきめん。点滴を受けたマヤの痛みははっきりと和らいでいったという。その日以来1ヶ月に一度マヤにケタミン点滴を受けさせるようになる。しかしこの治療法は保険適用外のため莫大な費用がかかる。それでも夫婦は一丸となってマヤのために働き、さらに持っていた物件を売却。このようにして治療費を捻出していたんだ。その甲斐もあったのか、この1年でマヤの痛みは収まってきており、回復する傾向が見られたんだ。そんな時、症状がぶり返した際にマヤを連れて行ったのが、あのジョンズ・ホプキンス小児病院だった。最愛の娘を守っていたのに、不当にも虐待の疑いをかけられてしまったベアタ。そんな彼女を待っていたのは、あまりにも残酷すぎる結末だった。母の選択。ベアタの虐待をめぐる裁判には、 CRPS の専門医アンソニー医師の診断書も提出されていた。そして判決が下される。それはベアタが娘マヤへ虐待を行ったという事実はなく、病院側の保護には正当性が認められないというものだった。ベアタはこの判決を受けて、すぐに病院側に対してマヤを退院させるよう訴えた。しかし裁判所命令が出ていたにもかかわらず、病院側はなんとこれを無視したんだ。この異様な状況の中、ベアタは娘のために次の行動を起こす。 CRPS の専門医アンソニー医師の力を借りに行ったんだ。アンソニー医師はベアタが虐待をしていると判断を下したあのサリー医師に対して手紙を書き、その正当性を訴えている。そこには CRPS の痛みを和らげるためにケタミンを投与することは適切であるとも書かれていたんだ。理解しがたいことに、ここまでやってなお病院側は聞く耳を持たなかった。そしてマヤが病院に囚われてからおよそ3ヶ月後、事態は最悪の展開を迎える。2017年1月、娘と会えないことで精神的に弱っていたベアタはすっかり痩せ細っていた。以前のような明るく優しい母親の姿はもうどこにもない。マヤが治療を受けさせてもらえないのは私のせいなのよ。ベアタは毎日のように娘マヤのことを思っては自分を責め続けていた。ジョンズ・ホプキンス小児病院では依然としてマヤの治療が行われないまま、きっと分かってもらえるはずだ、何か方法があるはずだ。夫ジャックは泣きじゃくる妻の肩を抱いて声をかけることしかできない。夕飯まで少し休んだ方がいい。ジャックがそう促すと、ベアタは力なくうなずいてフラフラとした足取りで自室へ戻っていった。それから数時間後、息子とテレビを見ていたジャックは時計を見上げて首をかしげる。夕飯になってもベアタが自室から出てくる様子がないんだ。まだ寝ているのだろうか、そう思いながらベアタの部屋へ様子を見に行くジャック。しかしそこにベアタの姿はなかった。慌てて家中を探し回る。そして最後に家のガレージを見に来た時だった。ああベアタ、な
なんてことを。ジャックが目にしたのは首を吊っている妻の姿だった。ガレージにはベアタの携帯が置かれ、メールに遺書が残されていた。綴られていたのは、自分のせいでマヤが帰ってこられないという自責の言葉や、虐待の加害者として周囲から責められる環境に耐えられないという悲痛な訴えだった。彼女は精神的に追い詰められても最後まで娘のことを守ろうとしていたんだ。ベアタの死からわずか5日後、あれほどマヤの退院を拒んでいた病院側はあっさりと退院を許可している。マヤにはその後すぐにケタミン点滴が行われ、間もなく自分の足で歩けるようになるまで回復している。それから7年近くが経過した2023年、当時10歳だったマヤも17歳となり、すっかり大人っぽくなった彼女は学業に励んでいる。また彼女は身体的に驚異的な回復を見せ、なんとフィギュアスケーターとして全国レベルの成績まで残しているんだ。 CRPS は完治することは難しく、また再発する恐れは十分にあるが、その中でマヤは母ベアタの分まで力強く生きているんだ。また遺族たちはベアタの死に関してジョンズ・ホプキンス小児病院相手に裁判を起こしており、その争いは今も続いている。虐待を未然に防ごうとした病院側の行動も本来は正しい行いだった。しかし娘のために戦い続けた母親の命を奪ってしまったことも紛れもない事実だ。一度失われた命が戻ってくることは決してないが、残された遺族の心の平穏のためにもその代償は支払われるべきだろう。